はい、では、今回2019年の、デギンゴ修学会年次大会の参加報告を井上岡が今行います。まあ、最初に、まあ、この学あの年次大会で、まあ、自分が発表した内容についてここで軽く説明しておきます。まあ、タイトルは日本語文法比較コーパスの構築っていうので、その、まあ、その外国人に向けてこう優しい日本語っていうのをこうの考え方をこう進めていく上でこう、まあ、文法平化っていうのをこう着目あ文法平化のためのこうコーパスを作ったっていう発表を、行ってポスターで、発表しました。で、まあ、そこでの、まあ、質疑応答を、まあ、多くいただいたんで、まあ、そのうちの、まあ、一部をこう書いています。で、まあ、大体こう、まあ、発表にこう質問、まあ、とか、まあ、していただいた方も大体こうなんていうんですかね、言語処理をやってるような人と、まあ、そう日本語教育をやってる人、大体半々ぐらいでこう質問をいただきました。で、まあ、あと、まあ、そのアスレと、あと、まあ、あれですね、ちょっとどっちかは分かんないんですけど、その実際その外国人の方、日本語を母語としない方からのこう質問とかこうもいただきました。で、まあ、ここに書いてあるような質問をいただいてて、まあ、まずそのなんか自分の研究っていうのがその日本語学校で教えてるような使うような教材をなんかこうもなんか元にしてやってるのかなっていう質問があったりとかして、まあ、まあ、実際、まあ、まあ返答としてこうなんか、まあ、その日本学校に通ってないような方でもこう分かるレベルにしたいっていうのがこう返答したんですね、まあ、っていうような、まあ、質疑応答を行って、まあ、あとこう自分こう発表されたんですけど、まあこうなんかポスターの例としてなんかこう試着会長時間が難しいから市役所の開く時間でやりますみたいなこう例に出したら、こう中国語の母の方からいや会長時間の方が分かりやすいって言われて、あ、まあ確かに母によって違うんだなっていうのをこうすごい、まあ、まあそういうのは、まあ、ある 実際なんていうんですかね、そういうのはあるのは分かったんですけど、まあ、こう改めてそういうのをこう目の当たりにしてちょっとびっくりしたっていうのがあります。まあ、あとこうなんかコーパスの選定はどうなのかとか、あとこうなんかこう死語がないとか、なんかこういうのは難しいんじゃないかっていうようなこう指摘をいただいたりとか、まあ、あとこう、まあ、アドバイスとしてこうなんか実際になんかそういうなんか現場に近いような自治体とかがこうあって、まあ、そういうところだったら詳しいかもしれないっていうアドバイスだったり、あとまあこう言語処理とか、まあ、他のポスター発表者からまあこういの意見としてこうやっぱり、まあ、その純粋なこう新日本語の平化っていう部分じゃなくて、そのまあ機械翻訳とかなんかそういう言語処理の前処理に使うとなんか有効なんじゃないかみたいなこういう意見をいただいたりとかして、まあ、こう結構まあいいこう自分にとってこう充実した質疑応答になったかなと思います。で、まあ、他にもこう多くの指摘やアドバイスをいただきました。で、まあ、ここからが、まあ、こう発表、なんか自分が発表を聞いた中で、まあ、こう2つここで紹介します。まあ、1つ目がこう似合う機械翻訳でこうなんか訳が抜けたりする時ことがあったりする、まあ、その検出で、まあ、2個目がそのまあ、文生成の時にその意味的類似性っていうのを報酬としてこう出力を学習する強化学習するっていうような発表です。まあ、1つ目はこう、まあまあまあ、思いっきりざっくりまとめるとまあこんな感じで、まあ、翻訳でこう訳が抜けるっていうのを検出したいってなった時に、まあ、特にニューラルに多いんですけど、まあ、そういうのを検出したいってなった時にこう翻訳巻いた後で情報量がガンって減ってガツンって減ってると、まあ、多分訳抜きしたんじゃないかなっていうのをこうような感じでこう検出されます。まあ、情報量の定義はまあこう一つじゃないと思うんですけど、まあ、この発表だとこう単語のなんかこう出現頻度みたいなことをこう見て文全体のでまあこう書けていってみたいなことをやってる、まあ、シンプルな方法ですね。で、まあ、この発表ではこう Google の NMT の入力と出力に対してまあこうやってて、こう実際にこうなんていうんですかね、そのこの検出のシステムがこう役抜けだって判断したものに対して人手でこれが本当に役抜けなのかっていうのをこう調べるっていう適応率をでこう評価してました。で、まあこうまあ、こう特徴っていうか、まあ、この手法の特徴としては、まあ、おそらくこうモデル自体をこう何かを中身を変えるわけじゃなくて、まあ、そもそもその内部状態っていうのを知る必要すらない、この入力と出力さえ分かっていればいいっていう、まあ、適用の範囲の広さっていうのがこう多分特徴になるかなと思って、こう、まあ、実際にこう、まあ、言語処理の分野と機械翻訳活発に行われてるんですけど、なんかあ、まあ、言い方はちょっと語弊あるかもしれないですけど、まあ、こう実際にこう多くの人が使ってるシステムっていうと、もうなんか自動翻訳っていうとあのシステムみたいな、こうなんかみんな大体使ってるものがあったりとかして、なんかそういうのがあったりしてもうなんていうんですかね、最新の手法とかができてもうすぐにそういうところには反映されない
一方でなんかこういう方法だとなんかこうあんまりこうなんていうんですかね、自分でモデルとか組んだりデータとか持ってる人じゃなくてもこう簡単にこうとりあえずこうどうなるんだろうみたいなのを試せて、なんかこうあんまりこうモデルとか組まない人でもこうできるいい手法なんじゃないかなって思って、こうそこがちょっと印象に残りました。でまあもう一つが意味的類似性っていうのをこう使って、分生成に強化学習を行うっていうのを行って、返してやってる研究で、まあ従来の方法だとその生成でこう、損失関数にこうクロスエントロピーを使ってるっていうのがあって、まあこう大体、1単語目はこれで2単語目はこれでっていうのがこう完全に1対だと0になる。でなんかちょっと単語が1個でもずれると損失が一気にこうバーンって大きくなるみたいな特性になるんですけど、まあ、そういうのってなんかこう生成だとこう生成っていうかそのちょっと単語が並び替わっただけとかそういう変化意味は変わらないのにそういうのだけでこう損失が大きくなってしまうっていうのはちょっとどうなんだろうっていうのをこう着目していて、でも実際にこの手法ではそのバートを使ってバートでその意味的類似性っていうのを出力するようにファインチューニングして、であれですね、その意味的類似性が近いものっていうのをこう近くなるようにこう強化学習をするっていうようなことを行っていて、でまあこれだとそのクロスエントロピーみたいな問題が起きずにその本当のっていうかこうそれもあれですけど報酬としてこう、まあ、意味っていうのを使えるっていうようなことを言ってました。で、まあ、実際に、まあ、ドイツ語英語の、まあ、機械翻訳でこう効果があるっていうようなことが書いてました。で、まあ、これはその、まあ、バートって、まあ、なんかつい数ヶ月前とかに出てきた手法なんですけど、そのなんていうんですかね、まあ、大体こうなんかプリトレインされた何かこう文のエンコーダー的なものがあって、で、まあ、大体まあ普通に使うとすればそれをファインチューニングしてなんか分離をしたりとかこういろいろするんですけど、なんかこの手法はそのバートの出力っていうのをがもうそのままなんかモデルの出力として使うんじゃなくて、その出力っていうのもをそのなんていうんですかね、報酬とするっていう、まあ、ある意味なんかこうこの出力を完全に、まあ、信じきっているっていう言い方なんかちょっとあれですけど、まあ、なんかそういうような使い方をしていて、なんかこうなんていうんですかね、こうちょっと離れた視点からこうやってるなっていうようなのでこう印象に残りました。まあ、結構こういう、まあ、単純にこうファインチューニングするだけじゃなくてなんかこういう使い方もありだなっていうふうにちょっと思いました。で、まあ、これにつながるあれでこうなんかバートの研究がなんか発表がなんか多いみたいなのをこうなんか周りで喋ってたりとかなんかツイッターとかで見たりしたんで、どれぐらいあるんだろうと思って確認したら大体こう21件、まあ、こうざっくりとしか数えてないんで正確か分かんないですけど、まあ、21件ぐらいあって、まあ、大体半分ぐらいはもうなんか関連研究であげてるとか、 なんかこう今後こうバーッとやってみたいみたいなことがなんか書いてあったりする。 で、まあ、そのもう半分ぐらいがこう実際にバーッとを使って、まあ、単純ファインチューニングして精度上がったっていうやつだったりとか、あとなんかこう変わったのだとコーパスの評価にバーッとを使いましたとか、あとなんかな、まあ、まあそんな感じですね。で、まあ、残り 5% っていうかこう1件なんですけど、こうバートそのもののモデルに対してなんかこうアテンションなんか周りのこう確か改善をしているっていうのがこう残り1件あったっていう感じですね。で、まあ、まあ21件多いか少ないかはちょっと分かんないですけど、まあこう汎用性だけで言えばこう本当に多分プリトレインデビリング並みの多分あれがあると思うんで、なんかもしかしたら今後なんかそれと同じような立ち位置っていうか、なんていうんですかね、みんななんかこうなんかバートをなんていうんですかね、使うのがもしかしたら頭になったりするのかなってちょっとだけ思いました。と以上で終わります。